めっちゃ暑い。今日何度？今日何度？めっちゃ暑いよ。入れて。そう。モーリーさん見てくれました？アイナさん。モーリーさん見ていただけましたか？ぶっこんでた、そう、ぶっこみました、ぶっこんじゃいました。でもあれめっちゃ難しかったです。うん、あれは本気で難しくて、そう、めっちゃ難しくて、そう、考えて考えて、そう、誕生日使おうと思って。ちゃんと映ってたら嬉しいね。そう、あ、あ、はい、23度、熱っ、めっちゃ熱いやん、めっちゃ熱いやんこれ。あ、最悪最悪、ティッシュなくなったし。うん、なんかサイン書いた、ソラノの写真が届いたらしい。サイン書いた写真、なんかサイン書いたっけ、全然覚えちゃらん。ティ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 、選抜との電話でサランちゃんがユキリンさんと話すの見たくて恐れ多いです。それは、うん、巫女さんの写真ってことはあれやない、うーん、福袋、福袋かな、福袋かな、なんだろうね、ありがとう、福袋かな、うん、かなって思ってる。福袋っぽいね。ね、ね、ね。いや、みんな同じこと言ってくれる。嬉しい。みんな見てくれてありがとうございます。そう、霜降り明星さんと、峯岸みなみさんのおかげですごく楽しい収録でした。うん、そう、もう2回も見た、嬉しい、めっちゃ嬉しい、2回も見てくれた。でも私もほぼ2回ぐらい見たわ。昨日放送を見て、放送終わった後も見ました。飛ばしやけど、後で覚えてたら見ます。いいね、見てください、絶対に。うん、トゥ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 、昨日見て、朝見て、夜も見ます。お、嬉しい。毎日見て。毎日、何 ?TVer さ。TVer は、限られてるので、見れる日が。わさぴさん、タコさん、ありがとう。あ、そうだ。テロップ書かなきゃ。そう、皆さん、今日最終日なので、皆さん、よろしくお願いします。と。しなげカウントお願いします。よし。
ロマンさん、タコさん、ありがとう。ありがとうね。今テレビ鳥取、テレビの鳥取の MV の回見てます。え、まだ見れると？まだ見れるん？まだ見れるんですか？嬉しい。はやぶさん、だるまさん、ありがとう。ね、めっちゃ暑いんやけど。うん、でもさ、この空調って絶対暖房ですよね。空調まだ録画ね、めっちゃ嬉しい、ありがとう。そうだわそうだわ、地上波の方は録画があるわ。一生見れますね。一生消さないでください。一生消さんでね、みんな一生だよそっか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 、録画してる方はめっちゃ見れますね。推しを暑いのあれば、いや多分ね、あのね、ホテルってね結構どこでもそうなんよね。なんか冷房と暖房最近切り替えられないんですよね、うん、そう、なんかだいぶ前にね、だいぶ前に冬にめっちゃ暑い日あって、そう、冬にめっちゃ暑い日があって、それで冷房ってつかないんですかって、なんか冷房機能もあるのにつかんくて、そう質問したら、なんか館内でなんか全部屋統一して、なんか、うん、管理してるので、そう、なんかこの部屋だけ冷房っていうのはないですって言われて、なるほど、わかりましたって言って、そうそう、なんかあるんやって、でもわからん、そう、うん、でも多分どこもそうやと思うよ。最近のとこはどこもそうなんやかな、分からんけど。そう、両方あるんよ。そう、どっちのタイプか分かんないですけど、まあまあまあ、そう、私が嫌いなホテルのタイプだなって、でも大体最近のとこそうよ、うん、が多いと思う。なんかピピって調整できるやつも、切り替えられるやん、本当は自分で。それが切り替えられないようにされてるんです。そう、不便。うん、そう、各部屋でね、好きに使えたらいいんやけど、多分これ暖房やと思うな。明日遅くても明後日には録画見る、嬉しい。マーチャーさん、ありがとう。レインボースター、忘れないうちにレインボースター投げとくね、ありがとう。春服夏服持ってきたって、まさか冬だけとかって。え、私冬服しか持ってきてないんですよね。唯一半袖を2枚持って、2枚持ってきたぐらい。マジで冬服しか持ってきてない。てかほぼレッスン着しか持ってきてないです。うん、やらかした。ちょっと春服が欲しいです今。うん、あまりにも暑すぎる、めっちゃ暑い今。春服がめちゃくちゃ欲しいですね。うん、お昼は食べないのって、一緒に食べようよって、かわいすぎるいいよ今食べて。うん、
春服持ってくるべきでした。サラナちゃんめっちゃ迷ったんですよ。でもなんか気温見たら、いやなんか長袖でいけるかなみたいな思ったんやけど、ちょっといやなんかさ、さすがにさ宮崎よりは寒いやろみたいな感覚できた。ちょっと舐めてましたね。めっちゃ暑いです。お部屋におってもめっちゃ暑いから、外めっちゃ暑いかも。わからん。外何度？ちょっと暑いよね。やがしたん。悲しい。え、そんなの終わった。だってさ、待って、でもさ、明日と今日の気温10度違うよ。23と13度。全然違う。あ、じゃあいいか。じゃあいいか。ん？今日24ね。24。じゃあいっか。全部レッスン着長袖なんですよね。まあ、2枚半袖あるけどさ。冷たいうどんとマグロ丼最高やん。いいね。いいね。さあ、もう朝ごはん遅めに食べたからね。まだそんなになんですよね。いや、しかもなんかなんだっけ、なんだっけ、しかも普通に、あ、うん、いや、そうでもないか。普通にスウェットとか持ってきた。送った服だとレッスンは無理か。そうね、レッスンはきついな。うん、そうね。マクロのチーズ照り焼きバーガー照り焼きソース抜き食べてるって。おお、照り焼きチーズ照り焼きバーガー照り焼き、え、それどういうバーガーになるの？照り焼きソース抜きってハンバーグとチーズあれやない？それチーズバーガーになるんやない？そうでもない？暑い、今日めっちゃ暑い。なんなら昨日の夜寝る前からめっちゃ暑かった。暑すぎてびっくりした。昨日毛布着らんでいいかなと思って、あ、毛布掛け布団着らんでいいかなと思って最初脱いで、そう、着らずに寝ちゃったっちゃけど、あ、やっぱ寒いってなって着て寝たけど、めっちゃ暑かった。うん、そう、一週間後？そっか、もう開幕早いな、めっちゃ早いね。うん、北海道は天気やけど風強くて肌寒い。北海道？北海道涼しそうやな。いいな、北海道行きたい今。あ、日本ハムと楽天イーグルスさん、うん、30日なんや。1日早いんやね。そっ
そっかそっか。なんか寂しいよね、侍ジャパンの選手たちさ。おとといまでさ、一緒に1ヶ月ぐらい活動してたのにさ、もう今日からバラバラやん。寂しいよね。山本由伸投手のあのインスタのストーリーなんかを見て、ああ寂しいなって思った。なんかダルビッシュ投手と、そうダルさんと同じチームにいるのめっちゃなんかあれだったけど、ってなんだったっけな、緊張してたけどみたいな、なんかありえなかったけど今は一緒じゃないのがありえないですみたいな、見ませんでした？山本由伸投手がね、そう2月はダルさんがチームメイトなのが信じられんかったけど、今日からチームメイトではないのが信じられないですって。ダルさんも寂しいですかって、なんか寂しいってなるよね。そうチームメイトなのが信じられんかったけど今一緒なのが信じらんないって。ああ仕事なんで全て投げたから戻るね、ありがとう、また会おう夜、次夜ですよね。いやあのスピーチはやばかったね、大谷翔平選手の。こんにちは。てってってみんなさよならおいさん見てね。3週と51着完了ありがとう。皆さんも3週と51着がお願いします。この後2時半から4時間高速バス乗るけど、そらちゃんの配信時間合わんかったのだね。全然かぶちゃらんね、確かに2時半から3、4、5、6時半までか。イチローさんも同じことを WBC で言ってたらしい。すごえ、すごめっちゃすごいやん。すごいね、やっぱスターって違いますね。次の配信は金沢で見る。旅行やったっけ。明日あれか、石川のイベントか、ひかちゃんが言ってたな。なるほどなるほど、フェスなんや。あ待って、それ3人のやつじゃないね、なんか結構8人ぐらい出るやつじゃないかったっけ、違う。国陽さんレインボースターありがとう。フェスか、ナースに会えて、おーいいね。あ、チューブと関西メンバーなんや。レイズが最も優秀な投手。すごい選手が入ってくるってこと。いやこれからもね、あの WBC 終わったけどね、野球が盛り上がるといいな。
サンダーバード、サンダーバードってなん？サンダーバードってなん？交通手段？なんやろ、わからん。はぁー、ね、ヒューガナッツみたいなやつってなん？ヒューガナッツ？配信の後かなり重要な商談あるんやけど、そらちゃん応援してちょっとどんな商談かは分からんけど、しまちゃんならできるから、うん、頑張っておいで頑張ってきて、うん、応援してるから、うん、またあの夜会おう。すごいね、重要な商談。 JR 西日本の有名な特急、サンダーバードっていう、うーん、初めて聞いた。はあ、うん、かなり金額がやばい。見たことない金額の商談、人生で見ない金額人生で見らん金額、野球選手ぐらい人生で見らん金額って野球選手ぐらい行くんやないじゃん。うん、野球選手ぐらいかな、野球選手の年俸ぐらい。へえ、奥超サイちゃんのアクスタも連れてく、嬉しい。そっか、今日金曜日ですもんね。みんな今日行ったら休みですよ、明日明後日って。うん、1万円札すらめったに見ない。確かに。でもなんか最近さ、電子マネーとか多いやん。なんかペイペイやったりさ、ペイペイやったりさ、スイカやったりさ、まあいろいろあるじゃないですか。確かにさ、ワンオンとかそういうの使ったら確かにさ、あんまりね。すごい、めっちゃすごい、野球選手の年俸の金額と一緒かもって。何億の世界、うわ、なんかドキドキやね。なんか私には分かんない世界だけど、すごすぎることだけはめっちゃ分かる。すごい、野球選手やばいね。もう掴み取るしかんちゃん、スマホ決済使うって。使うけど、まあ現金が多いですね。うん、わざわざ会社の会長も来るくらいやからねって。久しぶりにす、あ、でもそうね、スイカとか、うん、まあめっちゃ使うか。うん、そう、まあ確かになんか電子決済の方が
ペイペイとかの方がなんかちょっと安く買えたりするもんね。なんかさ、電子決済ってさ、あれやない、なんか自分がさどんぐらい使ったかがわからんくなってくるやん、バグっちゃうやん。それが嫌で、うん、それが嫌で現金派かな、アナログ。うん、物によりますけどアナログです。みんなは電子決済多い？え、そうね、やっぱそうよね、使いすぎちゃうよね。スイカとかペイペイとか使うけど、あんまりクレジットカードは使わん。わかる、クレカってなんか怖いよね。あー確かに無駄なもの買っちゃう。いやそう、私は現金主義です。なのでなんかさ、ペイペイとかってはさ、自分がペイペイにお金を入金して初めて使えるじゃないですか。まあそういうのはいいよ、ワンオンカードとか。そう、そういうのやったら使いたいけど、ポイント貯まるし。それ以外やったら普通現金ですね、私。毎月の支払い額見てドキドキしてます。わあ大変。私は現金派。使ってもペイペイワン。自分で入れる式、自分で入れる式のやつしか使わんかな。40億すごっ。前に自分のご褒美に時計買った時クレカ使うの。いやー時計は高いね、絶対高い。ポイント貯まるから電子決済とかクレカ使っちゃう。うん、結局さめっちゃ使いすぎてさ、プラマイゼロぐらいになるやない。プラマイゼロっていうか、あんまお得せんじゃない。逆になんか買いすぎて損しそう。どうなの、ポイントってめっちゃ貯まる？貯まるもんなの？限度額決めてほしい。うん、使ったらつい、うん？ああ家計簿ね。なるほどなるほど。ほぼ CD 購入とグッズの購入でポイント貯まる。おお、でもそれはいい。うん、うん。田中将大選手が一番なんだ。おさっぴさんの考えがめっちゃ面白いですね。うん、あ、通信障害ね。確かに確かに、なんか機械とか壊れちゃったら払えんもんね。確かに現金確実。うん、あとカードとかさ、特にさなくしたら終わりやない？
来月の支払いが積んだんだがって。あら、ようやく3週とカウント終わったって、ありがとう。お財布忘れて福岡まで行ったの私、です。え、どうやって買い物したと。カードは持っちゃったってこと。あ、あれか、 D 払いやったらあれかな、スマホ。すごい、スマホで飛行機、まあ乗れますね。確かに。なくしたらクレカ会社に連絡して止めてもらうだけって結構簡単。あ、え、じゃあさ、止めてもらったらもうそれ使えんくなるから、あの、なんか取られたりすることもないし、お金はね、あれってこと、あの、拾って悪用とかされんってこと。拾っても、誰かが拾っても悪用とかできんってことね。すぐ電話すれば。そういうことよね。でもなんか怖くない、拾われたら。家賃とか光熱費は自動引き落としだから、毎月いくら使ってるか明細見ないと分かんないってこと。博多の劇場は身分証なくて入れませんでした。めっちゃ面白い。身分証も忘れたん。まあそっか、財布ないもんね。カラスのカーコさん、レインボースターありがとう。ただ見つかっても使えんから、新しいカードが送られてくるの待たんといけない。あ、新しくじゃあまた契約し直しってこと。おたともにめっちゃ笑われてお金借りました。そうよね。いや、財布なしで出かける、もうサザエさんやん。うん、それから財布持つの、待って、財布持つのやめる人とかおる。みんな財布持たん人手挙げて。財布持たんことないよね。財布持つのやめるのめっちゃ面白い。いや、わさっぴさんがね、財布持つのやめたらしい。すぐに止めれば使われんけど、大半使われてることが多い。え、でもさ、カード番号とかわからんやったら使えんくない。あ、Pのやつ、かざすタイプのやったら使えるんか。ねえ、面倒よね、めちゃくちゃ。でも海外とか行ったらさ、財布とか忘れたらすぐ取られそう。うん、カバンやズボンのポケットなどに。あ、そっちタイプ。なるほど。あ、お金は一切持たんやなくて、あれね、あの、直で入れるタイプね。ポッケとかに。オッケーちゃん、タカさんありがとう。ああ、そういうこと。そっちタイプか。カードケースだけの時と財布持つ時分けるんよ。暗証番号使わなくてもできるタイプのやつが使われるってことよね。でも暗証番号入れるやつ悪くない？よく分からんけど使ったことない。さあちゃん、普段持ち歩いてる荷物って多い？って、うん、多くはないよ。いや、もちろん遠征っていうか、お仕事で、あの、長期で東京来たりするときとかは、まあ、めっちゃ荷物多いですけど、もちろんめっちゃ荷物多いけど、普段出かけるときやったらバッグ1個ですかね。うん、でもまあマミーにはお荷物置いて言われるかも。そうね、
かさ、出かけた時とかにさ、なんか財布持ち歩くやん。で出かけた時限定で、お家おる時はなしで、あの出かけた時限定で、あの財布が自分から何メートル離れたらちょっと音が鳴るみたいな、あれつけつ、そういう機能あったらさ、忘れる人おらんくない？地元でお出かけするときは何持ってる？スマホ、携帯、リップ、あ、だからリップビューラーが入った巾着オアポーチと、ハンカチと、あれですかね、最近はモバイルバッテリー、ハンドクリームですかね。なっちゅんさん、お花ありがとう。それ知ってる、それも使ってる。なんやろ、何それ使ってるって。え、忘れ物防止アプリって本当にあるの？え、ちょっと待って、びっくり。私がなんか何気なく言ったら、それ本当にあるんですね。多分将来はカードとか持ち主から離れると使いなくなる機能入るかもね。ありそう。ありそう、ありそう。だって車だってもう自動運転の車あるやん。え、財布が離れたら教えてくれるの？めっちゃ優しい、それ。え、それさ、ちなみになんて言われるの？ひまちゃんさん、財布が2メートル遠いですとか2メートル先に忘れてますとか、どんな感じ？置いていかないでくださいとか言われるの？それともなんか設定した音が流れるとか？でめっちゃ便利それ。え、待って、でもさ、お財布よ、お財布にそういう機能ある？スマホやったらさ分かるけど、お財布にあるんかな？イヤタグ。お財布？え、それどういう連携？タグみたいなの財布に入れてたら携帯が鳴る。タグ。え、それなんかに売ってるってこと？で、携帯と連動させちゃったこと？財布とか鍵にタグつける。え、そんなのあるんや。ね、どこに売ってんのそれ。本当にあるんや。エアタグ悪用怖い。え、悪用、いや、もうなんか悪用とか聞くとさ、何も使えんよね。え、アップルの製品なんや。すごい。じゃあそれはめっちゃちゃんとしてるわ、きっと。きっとね。本当にあるとは、びっくりぽんだ。 iPhone と連携できるんや。家電量販店で売ってる。初めて知った。忘れ物多い。いや、そんな多くないですけど、イヤホンとかは忘れるね。自宅の鍵閉め忘れも教えてくれる。めっちゃ面白い、それめっちゃ面白いね。鍵、鍵いいね。
鍵の管理してほしいね。家の鍵とか車の鍵とか、いいね、めっちゃ使える。それエアタグ逆に開くよってどうやってするの？すごいね、エアタグまで開くよするとは。怖いね。まずエアタグがどんなんかが想像つかん。うん、もしかしたら見たことあるかもしれないけど。そう、みんな戸締まりはちゃんとせんとよ。ちゃんとせんといかんよ。そーちゃん悪用ダメ。いや、そーちゃん悪用の前にエアタグを知らん。うん、最近スマホが鍵になってるマンション怖すくない？めっちゃ怖いやん。スマホ壊れたら終わりやね。お家入れんってこと？怖いね。車につけてる人おるって。え、盗まれても場所分かる。それさ、自転車とかつけたらいいんじゃない？バイクとか車とかめっちゃいいね。それ場所分かるのいいね。それだって取れんくないもん。なんかさ、たまにさ、なんかニュースとかで見るやん。ニュースっていうか、普通にさ、なんか周りにもおらん、自転車盗まれたみたいな。うん、なんで取るんって思うよね。かそういうのあるといいね。なんか近くのスーパーに自分の自転車があったとかさ。そう、あるよね。友達にもなんかおった。自転車とかカバン、あ、カバンもいいね。自宅セキュリティ入れてるから安心。うんうんうん、いいね。エアタグが警察車両についてて問題のとこ。警察車両についてることもあるんですか。怖いね。自宅何もないので安心。え、あんま帰らんってこと？中高6年間乗り続けた自転車卒業直後に直前に盗まれた。なんか悲しい思い出の自転車ってなっちゃう。まさえちゃんショックだ。それは空き巣なんちゃらなので、大事なものはいつも持ち歩き事件あった。空き巣事件。大学まつげ抜けた。まつげ抜けた。うん。友達が車、前に車納車して、うん、3日で盗まれた時かわいそうって。3日で？ありえん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 すぎる。それ見つかったん？いや、まつげ抜けたらおこなんですよ、いつも。まつげ抜ける時ってめっちゃ悲しい。私
まつげ大事にしてるもんで。悲しいです。まつげは大事だよ、みんな大事にしてね。スマホが車の鍵になってるけど、バイクもスマホがエンジンかける気が来ると思う。うん、確かに。父親の車盗まれたことある。待って、車ってなんで盗まれるんですか、逆に。不用心とかじゃなくて、鍵閉めちゃっても盗まれるんかな。なんかめっちゃ、これ何、めっちゃなんかモヤモヤしてません？画面。何も知らないのにまつげクリンクリンって爪楊枝乗せれるぐらい上がっちゃった。かわいい。人気の納車ま、人気の車で納車まで1年待ったのに、それはかわいそう。しかも見つからんやったん？それさ、警察に言っても見つからんもんやと。自宅に泊めてて朝なかったって。鍵は？鍵開いてたんかな。鍵差しっぱとかさすがにない。首細いですね、初めて言われた。鍵は家の中。え？じゃあなんで？警察は盗難じゃ動かん。そうなんだ。厳しい。車はさすがに動いてほしいね。鍵閉めちゃってもう iPad でできる。怖っ。盗まれたらバラバラにされて外国行きなのかなって。怖い。なんかめっちゃ怖い。怖いこと聞いちゃった。電子キーやと家の、鍵が家にあってもリレーアタックっていうので開けられることか。じゃあさ、もう鍵でしか開かんやつがよくない？で、近くに鍵あったら開くやつとかちょっと怖いね。警察は出てこないでしょうねってすぐ言ってたって。あ、お父さんが？怖すぎる。車盗まれるは怖い。なんか自転車やったらさ、まあちょっと分かんな、なんかさ分からんけどさ、自転車やったらさ、まあでも自転車も無理よね。鍵なかったら動かんし。でもなんか車って怖すぎん？車盗まれる怖い、めっちゃ怖い。てか物盗まれるのマジで怖い。どういう意図で取ろうと思ってるんやろね。iPad で鍵開くわ。怖すぎる。心盗まれました。ちょっと怖いよ。怖い怖い。マックスさんだ。トゥ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 。
あ、セキュリティしっかりしてるとこも大事ですね。怖いね、何事も。うん、何だったっけ、エアタグめっちゃ重要、めっちゃ大事だね、エアタグ。いいね。私はハンドルに2つロックして、ホイールもロックつけてますって。ホイール、ホイールって何、ホイールって何やっけ。ハンドル2つロック、何、ハンドルになんか鍵つけてるの。車は自宅で、バイクは離れた場所に保管して。タイヤの内側、え、すごっ、それ毎回毎回やってるんそれ。めっちゃ大変。じゃあすぐ動かんってことね。5分ぐらいかかるね。すごい。まあでもそんぐらいせんと、そういう危険があるってことよね。ここ日本ですよ。本当にそんな本当に車盗まれるとかあるんですね。確かに盗まれたこと、盗まれること考えたら確かに大事ですね。車は地下駐車場で警備員さんいるから安心。ああ安心、それは安心。いいね。仕事でおらんときは車屋さんに置いてます。おお、偉すぎる。お家やなくて車屋さんに預けるの。でもそっか、お父さんが一回そういう目に遭っちゃったらさ、自分も気をつけようってなるよね。確かに確かに大事。お家は危険じゃあどこがさ、どこがいいのよ。で車屋さんにあげつ預けたらさ、なんか保育園みたいなんか預ける、うん、預けるお金かかるやんね。1日何円とか。確かに出張多かったら心配になるね。確かに外国はなんかすり多いイメージあるけど、ここ日本ですよ。でもすごい、みんなしっかりしちゃうね。あ、昔から家族みんなでお願いしてるお店だから、好意で預かってくれる。いいね、それはいい。トメさんありがとう、仕事頑張ってね。56分、ありがとう。じゃあそろそろね、ランキング読んでいこうかなって思います。はい、いつもお菓子とか持っていく、えらいえらい。ああ、楽しい昼休みになった。ほんと？ありがとう、頑張ってね。よし、ってことでランキングを読んでいきたいと思います。ここじゃなかったですね。13位はいっちゃん453。12位はさとぴーさん。11位はてっちりさん。10位はそうしさん。9位はなーとまくさらちゃん大好き。
8位ははやぶさ305、空組さん。7位はちーのさん。6位は国陽さん。5位はドマさん。4位はオケイちゃん。3位はカラスのカーコさん。2位はワサップさん。1位はマーチャーさん。ありがとう。はい、皆さん3000人もありがとうございます。お昼休憩中に。次は夜の8時からなので、皆さん夜の8時にね、会いに来てくれたら嬉しいなって思います。星を満タンにして7時15分に捨て星をして会いに来てくれたら嬉しいです。時間余っちゃった。あ、何色の何や、何色の何やによるよ。ニコルンさん、あ、これ流行っちゃうよね。めっちゃポコポコしてる素材。あ、めっちゃ流行ってるこれ。うん、スクショタイムいいよ。あ、何色の何って言ってね、ヒルナンデスのなんかね、今日は紫と白とグレーなんやけど、なんかあのさ、ボックスから3つカラーボール取って、その色でコーデを作るんよ、あのモデルさんたちが。いろんなお店に行って、そう、それで勝負するやつ。はい、というわけで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。次は夜に会いましょう。それでは今日も頑張ろうね。それでは、空のじゃんけんじゃんけんブン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 、皆さんありがとうございます。ブンブン。みんな今日めっちゃ暑いので、水分補給ちゃんとしてくださいね。それでは皆さん、お仕事、学校